いつもご視聴ありがとうございます。本日はスポーツセダンや高級セダンが不人気な理由について5点ほど語っていこうと思います。また、どうすれば再び高級セダンの人気が復活するのかについても語っていこうと思いますので、最後までぜひご視聴よろしくお願いいたします。当チャンネルを初めてご視聴している方々や、チャンネル登録まだしていない方は、ぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンをポチッとクリックよろしくお願いいたします。当チャンネルでは、他にも V36 スカイラインについての動画や、自動車関連の動画を多く上げておりますので、時間がある時にぜひご視聴よろしくお願いいたします。スポーツセダンが不人気な理由を語る前に、現在の車に求められている条件とは、一体どんな条件が必要なのかについて語っていこうと思います。まずは、2021年2月の乗用車の販売台数、トップ10を見ていきましょう。販売台数のランキングを見ていただいて、何か気がついたことがありませんでしょうか。2021年2月の販売台数を見てもらいましたが、2021年の1月のランキングも、ほぼ2月と同じ車がランクインしております。今年に入って、販売台数トップ10が固定されていることで、この10台が現在、日本で人気の車であることがわかります。ランキングを見て気がついたことは、10台のうち8台がトヨタ車だということで、日本国民はまずメーカーで車を選ぶ傾向があることに気がつきました。世界のトヨタと言われるくらい規模も大きく信頼性も高いので、トヨタの車の中からそれぞれのユーザーが求める車を探し購入するという流れが一般化しているようです。余談ですが、実際に私が遭遇したトヨタ信者の痛い人の動画を過去に上げておりますので、よかったら暇つぶしにでも見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。話が脱線しましたが、さらにボディタイプ別に販売台数ランキングを見てみると、コンパクトカーを含む小型車が6台、ミニバンが3台、SUV が1台となっております。この統計から読み取れることは、低燃費であること、車内が広いこと、車両価格が安いことの3つの要素が、日本の国民の求める大きなポイントだと読み取れました。ただ、ハリアーやアルファードは、少し車両価格が他の8台と比べ高めだが、ハイブリッドの設定もあり、車内も広く、値段の割に高級感があり、コストパフォーマンスが良い車なので、売れているのだと思います。ランキングを見ていただいた通り、スポーツセダンや高級セダンは、販売台数トップ10に1台も入っておりません。高級セダンで一番売れているのが、第28位のトヨタクラウンで2365台で、2番目以降は販売台数トップ50の中にも入っていない状況でした。販売台数ランキングの中にカローラやプリウスなどのセダンも入っておりますが、基本的にはスポーツセダンというよりがエコカーの部類に入ります。前置きが長くなりましたが、販売台数ランキングからもお分かりいただけたと思いますが、高級セダンはかなり不人気であり、昔からの伝統の数々の名車が生産終了にまで追い込まれている状況です。では、高級セダンが不人気な理由を5つほど語っていきます。国産高級セダンが不人気な理由1つ目が、車内が狭いことです。高級セダンは全長が長い割に車内があまり広くないです。先ほどの売れている車の条件に車内の広い車という条件があり、アルファードなどのミニバンやハリアーなどの SUV はセダンと比べ車内が広いです。
また、アルファードもハリアーも高級感があり、車内の狭いセダンを購入するよりが、車内が広く高級感のあるミニバンや SUV に流れていってしまうのも、セダンが不人気になった理由でもあります。国産高級セダンが不人気な理由2つ目が、車両価格が高いことです。高級セダンは至る所にお金がかかっているため、車両価格が高くなっております。例えば、トヨタクラウンの一番安い 2500cc のハイブリッドモデルでも、車両価格だけで490万円します。ただ、高級車を買うなら、装備などケチりたくないので、一番上のグレードを購入したくなります。一番上のグレードになると、同じエンジンでも、車両価格だけで600万円ぐらいになります。乗り出しだと、650万円ぐらいになるので、価格の安い、少し高級感のある、アルファードやハリアーへと、購入層が流れていってしまうのも、セダンが不人気になった、理由でもあります。ちなみに、トヨタハリアーの下位グレードは、車両価格が299万からと、かなりコストパフォーマンスが良くなっております。国産高級セダンが不人気な理由3つ目が、維持費が膨大にかかることです。高級セダンというだけで、なぜか維持費が普通車より何倍もかかると思ってしまう人がたくさんいるようです。確かに、普通の車と比べると、排気量も大きく、税金が高めで、燃費も悪いので、高級セダンを買うより、そこそこ良い車に流れてしまっているのだと思います。ミドルミニバンなどは、2000cc のハイブリッドエンジンが、どのメーカーにも存在しますしね。ただ、年間の維持費を計算すると、それほど燃料代がかかっていないことがわかります。高級車の維持費の動画については、過去動画を作成していますので、概要欄にリンクを貼っておきます。時間がある時に良ければご視聴よろしくお願いいたします。国産高級セダンが不人気な理由4つ目が、購入層が高齢化してしまったことです。これは、昔からだと思いますが、いつかはクラウンというフレーズもあったように、新車価格が高く、ある程度収入の高い年代の人でないと、購入できないことで、購入層が高齢化しております。若者など、収入がやや少ない人には、購入できず、購入できるターゲット層という面では、かなり幅が狭くなっております。バブル期のような好景気が再び到来しない限り、購入層の幅を広げることはできないと思いました。国産高級セダンが不人気な理由5つ目が、輸入車に顧客が流れてしまうことです。最近の国産高級セダンは、一昔前と比べ、安全装備や快適装備、内外装の質感など、全体的に良くなってきており、その分コストがかかっております。そのため、車両価格が上昇し続けてしまっていて、メルセデス・ベンツやアウディなどの輸入車と同じぐらいの価格になってしまっています。高級車というと、内容よりブランド名が重要となるため、国産より輸入車を買った方がお買い得と考える層が増加してしまったことにより、国産高級セダンの販売台数が落ち込んでしまいました。名前だけでなく、もちろん輸入車の性能は、走りを含め国産車にはない、素晴らしいものがあります。以上が、国産スポーツセダンや高級セダンが、不人気な理由5選についてでした。続いて、国産スポーツセダンや高級セダンが、復活するためにやるべきことを、私の考えですが、語っていこうと思います。再び人気を取り戻すには、先ほどの売れている車の3つの条件に当てはまる車を開発するべきだと思いました。国産スポーツセダンが復活するための条件を3点ほどお話ししたいと思います。国産スポーツセダンが復活するための条件1つ目が 2000cc のガソリンエンジン車を投入することです。
最近の高級セダンは 2500cc や 3500cc のハイブリッドエンジンや 2000cc のダウンサイジングターボを搭載しているためコストが大幅にかかり車両価格の高騰につながってしまっております。そこで 2000cc の普通のガソリンエンジンのモデルを投入し税金の安さと燃費の良さをアピールすることです。国産スポーツセダンが復活するための条件2つ目が車両価格を下げることです。できればエントリーグレードで250万円ぐらいにして高級感はほどほどに抑えた車を販売してほしいです。生産終了したトヨタマーク X が良い例となります。エクステリアは若者風のスポーティーなデザインでかなり良かったがインテリアの設計が古かったのでインテリアを今風のデザインへ変更し販売すれば再びセダン人気が到来すると思いました。国産スポーツセダンが復活するための条件3つ目がハイパワーターボエンジンを搭載することです。先ほどの 2000cc ガソリンエンジンで少し下のトヨタカローラやミニバンなどのユーザー層をセダンに流す動きを考えました。次は若者やスポーツカーなどの走りの好きな層をセダンへ流すためにハイパワーターボエンジンを搭載したスポーツセダンを投入するべきだと思いました。スペックとしては直列4気筒エンジンで 2000cc ターボ300馬力で300万円ぐらいから販売すると良いと思いました。以上が国産スポーツセダンが復活するための3つの条件でした。スポーツセダンは直列4気筒の 2000cc のガソリンエンジンとターボエンジンで、高級セダンは 2500cc と 3500cc の V 型6気筒エンジンのラインナップが一番良いと思いました。この3つの条件を満たせば、販売台数ランキングにもセダンが何台かランクインしてくると思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。